マティアス・ギロベッツ・チェスキー・ブジェ・ヨビツェ・チェスケーブ・ブーデイ・ヨビツェ。1850年5月19日ウィーンは、ボヘミア出身のウィーン古典派の作曲家。本名は、ボイチェク・マジア・シュイ・ロベッツ。合唱指揮者の父親から、バイオリン、クラビーや、作曲の手ほどきを受ける。プラハで法学を学ぶ傍ら語学も学ぶが、経済的理由で学業を切り上げ、 フランツ・フォン・フュン・フキルヒエン伯爵の不動産の管理人として働く。しかしながら、学祭を同伯爵に認められ、伯爵の宮廷楽団で演奏するようになるとともに、いくつかの修作的な公共曲を伯爵に検定する。その後、イタリアからフランス、イギリスへとグランドツアーに旅立つ。1785年から1786年の変わり目に、 ウィーンを訪れる。ティッタースドルフやハイドン、アルブレヒツベルガーラを訪ねて、とりわけハイドンに熱烈に浸水するが、同時にモーツァルトとも親交を結ぶ。モーツァルトは作者の名を明かさずにギロベッツの公共曲を上演し、演奏終了後に頑固の声が上がるや、すかさず真の作者の名を明かして、ギロベッツを紹介するといった粋な計らいも行った。 モーツァルトと相談の末に、イタリア留学を、観光、2年間のナポリ滞在中に、パイジェッロラに指示し、6つの弦楽四重奏曲を作曲。これらは、ギロベッツ本人も知らぬ間に、パリで、海賊出版された。その後パリに移ると、自作の公共曲が、ハイドン名義で出版されていることを知る。普段の弦楽四重奏曲が大人気となり、新作の移植が殺到したため、 パリに定住して作曲家として多産な時期を迎えた。しかしフランス革命が勃発して外国人にとって心安い土地ではなくなったことから1790年にドーバー海峡を渡ってロンドンに行き3年間をその地で過ごす。イギリス時代も相変わらず成功の日々であった。1791年のハイドンのイギリス再訪問の際には ハイドンの上流階級への紹介を惜しまなかった。この頃オペラ作曲の依頼もあったが、依頼主の劇場が火災にあったために助曲しか完成させなかった。1792年に帰国の途につき、ウィーンに定住する。1804年より、ウィーン宮廷歌劇場の副学長に就任し、これを機に、気楽曲の作曲家から、バレエ音楽やジングシュピール、オペラなど、 舞台音楽の作曲家へと変貌を遂げ、器楽曲を書き飛ばすようになる。オペラセリア、アグネス・ソレルは、ウィーンで124回の上演を重ね、その後30年の間ヨーロッパのレパートリーにとどまった。1831年に、宮廷学長の職を退き、大邸宅を手に入れ、1848年には、自助伝を執筆した。30曲のオペラ。 28曲のバレエ音楽、約40の公共曲、5つの競争公共曲、2つのピアノ競争曲、少なくとも40の弦楽四重奏曲、46のピアノ三重奏曲、ほぼ100曲の声楽曲、11曲のミサ曲、2つのバンカ等など、出版作品も数多い。人脈から明らかなようにギロベッツは、 ウィーン古典派音楽の伝統に根差していたが、同時代の趣味の変化を感じ取って、ロマン派音楽の特色を取り入れた。それを巧みにこなせたのは、モーツァルトと信仰を結んで、その趣味を消化できたような、ギーロベッツの柔軟な能力によるところが大きい。モーツァルトやハイドンを尊敬しただけでなく、ベートーベンを支持してその葬儀にも駆けつけたり、1818 18年に、ショパン少年が、 ウィーンデビューを果たした際には、激励を送るなど、新しい時代の音楽に対して、解明的な姿勢を取り続けた。今日では、モーツァルトの影響と趣味の良さを感じさせるフルート四重奏曲と、弦楽四重奏曲が再評価されつつある。ありがとうございます。